エドアール・グリスさんはカリブ海のフランス領マルティニーク出身の作家、詩人、文芸評論家。彼は多くの人たちからカリブ人の思想と文化を考える際に最も影響力の大きい存在だと考えられている。エドアール・グリスさんはフランス海外領のマルティニーク、サント・マリーで生まれたリセシェル・シェールという国立学校で学んでいる。後にパリで 詩人で、後に、セネガルの初代大統領となるレオポール・セダール、サンゴールに合流し、ネグリチュードの概念を形作り、発展させていく。セゼールはグリッサンに直接教えたことはなかったが、しかし、グリッサンの向上意欲を刺激する存在であった。当時、この学校にはまた、フランツ・ファノンも在籍していた。グリッサンは、1946年に、マルティニークを離れ、 パリに向かう。パリで彼は博士号を取得し、民族史学を人類博物館で学び、歴史学と哲学をパリ大学で学んだ。1958年にルノード賞を受賞している。グリッサンはポールニゲと共に、1959年に分離独立主義者の最前線である自治のためのアンティログイアネーズ島を設立した。その結果として、 シャルル・ド・ゴールは、1961年から65年までの間、グリッさんがフランスから出国するのを禁じることになった。グリッさんは1965年に、マルティニークに戻り、マルティニーク研究所、そして、社会科学の出版を行うアコマを設立する。グリッさんは、自分の時間を、マルティニーク、パリ、ニューヨークの3カ所に分散することになった。 1995年以降、ニューヨーク市立大学大学院センターのフランス語教授を務める。2006年1月には、当時のフランス大統領であるジャック・シラクから、奴隷貿易の歴史を主に扱う新聞化センターの総裁について欲しいと依頼される。1996年11月に来日し、ジャック・ランシエール、アンリーメショニックらと共に、東京大学で講演をした。 2001年、加藤周一と、日二日間で講演と討論会をした。ありがとうございます。